元明天皇は、日本の、第四十三代天皇、忌み名はあえ、安倍王女とも、天智天皇の巫女で、母は、曽我倉の山大石川のマロの娘、名娘。自頭天皇は、父方では、イボ姉、母方では、重子で、夫の母であるため、姑にもあたる。大友巫女は、イボニー。天武天皇と自頭天皇の子、草壁巫女の聖妃であり、 文武天皇と岩礁天皇の母。藤原家から平城家、仙都、風土記返産の象徴、剪定から返産が続いていた古事記を完成させ、和道開鎮の中造等を行った。天武天皇4年に重子王女と共に伊勢神宮に親へしたという記録がある。天武天皇8年頃、一歳年下である甥いの、草壁美子と結婚した。 同9年に、日高王女を同12年に、カルミコを生んだ。同10年2月25日に、草壁美子が皇太子となるものの、自童天皇3年4月13日に、草壁美子は即位することなく創生した。姉で義母でもある宇ノサ王女の即位を経て、文武元年8月17日に、息子のカルミコが文武天皇として即位し、同日自身は、スメラフト日となった。 慶雲四年四月には夫、草壁美子の命日のため国旗に入ったが、直後の六月十五日、息子の文武天皇が病に倒れ、二十五歳で崩御してしまった。残された孫の首美子は、まだ幼かったため、中継ぎとして、初めて皇后を経内で即位した。ただし、吉江秋古説では、自童上皇の崩御後、文武天皇の母である、阿王女が事実上の貢献であり、 スメラブトヒの称号自体が、大乗天皇に変わるものであったとする。慶文五年に1月11日、武蔵区に秩父より道が建じられたので、和道に改元し、和道改陳を鋳造させた。この時期は、大法元年に作られた、大法律令を整備し、運用していく時代であったため、実務に長けていた、藤原不人を徴用した。 復元された平城系の第一次対極度の和道3年3月10日、藤原系から平城系に遷とした。左大臣、石込麻呂を藤原系の管理者として残したため、右大臣、藤原富人が事実上の最高権力者になった。同5年正月には、諸国の国司に対し、二役につく民を気遣う、胸の御事のりを出した。同年には、 天武天皇の代からの直霊であった古事記を献上させた。翌同六年には、風土記の編纂と公事令を招徴した。七百十五年には、協理制が実施されたが、同年九月二日、自身の老いを理由に上位することとなり、孫の首美子は、まだ若かったため、娘の日高王女に行為を譲って、同日大乗天皇となった。女性天皇同士の行為の継承は、 日本史上唯一の事例となっている。養老5年5月に発病し、娘婿の長屋王と藤原房崎に工事を託し、さらに遺症として早々の簡素化を命じて12月7日に奉行した。法散61。和道発見の地、埼玉県秩父市黒谷に鎮座する聖神社には、玄明天皇菓子と伝えられる。 和道政部下で死于一帯が信法として収められている。また、養老六年十一月十三日に、元明金命として行使され今日に至る。万葉集に以下の歌が残されている。和風死後は、日本猫天神美代報告聖姫天皇とよくに、成姫のスメラミこと、旧事態、豊か国政である。寒風死後の元明天皇は、代々の天皇と共に、 大江の見船によって先進されたとされる。ナオさん、投了ナオさん前の縦札量は、宮内町により、奈良県奈良市奈良坂町にあるナオさん投了に、自乗されている。宮内町上の形式は山形。宝魚に先立って、陳宝鶴の後、山和国祖江上群像宝山用吉峰にへっつよ、作り仮装したところに改める中で、すなわち、 他かかだのみることなく、山についてへっついを作りとげをせんり、場を開きすなわちもどころとせよ、またその地は港こはの木を植えすなわち国寺の石踏みを、建てよという、いわゆる葬儀の簡素化の御事の理を出したので、放御後の12月13日、葬儀を用いず、c 三陵に葬った。両豪は、俗に本気ささぐ葬の上には、c 三陵、天平商法四年うるう三月の上には、 自家産量、衣装に、倉宝山用々しみねとある。演技所領式には、奈良山東領とあり、町域は、東西山頂南北五丁とし、主古後煙を廃し、遠慮に列した。中世になると、両母の正確な場所がわからなくなったが、全王病は那な士墓の位置に、山和市は、大奈編古墳に、幕末の治むの際に、現在の両母に事情され、 中報を加え、慶応元年3月16日、広橋絵門ただしを使わして、春行の状況を見し、方兵した。遺装の、国寺の日は、中世、領土の崩壊を見て高に落ちていたのを発掘し、奈良かすが社に安置したのを、明和年間に、藤井邸館が見て、東大寺洋緑を散策して、元明天皇両国寺の石踏みを考え定めした。 文久年間の修料の際に、これを三笹川に移し、明治29年、藤野、直山五良公によって模造碑を作り、傍らに建てた。また皇居では、高麗殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。在位年と西暦との対象表、ありがとうございます。